差し出するのやめて。いや、1時間もやってないですよ。ごめんなさい。1時間これやってない。あれじゃないですか。持った。でも、なんか喋ってるの意外といいって言いますよね。なんかお絵かきの時もそうやったけど、喋、うんうん、ってるの意外と見たいみたいな。伸びてはないけどね。なんでそんなこと言うんですか。伸びることが全てですか。いや違う。みやきチャンネルの LINE スタンプを作ろうと思いまして、ようやく一応ある程度こう候補のワードというか文は決めたんですけど、あとどんなポーズにしていくとか、この動画を見てそのどうこれいいんじゃないかっていうのもコメントで教えてほしいですね、数合わせで。はい、今候補出した文をちょっと教えてもらいましょうか。はい、まずみかんちゃんは、みかはん承知しました。これは承知してない時に使うやつ。経緯としてはいつも LINE で承知しましたって言うけど、うん、見てもないし内容も把握してないのに承知しましたっていう悪い癖の時ですよね。はい、はい、けど、はい、スタンプがあったら、はい、グループ LINE で使いやすいでしょ。承知しました。よく宮城の YouTube 撮る時に電車の時間を送ってくれるんですね、はい、管理人さんが。その時に使いたい私。あ、承知しました。承知しました。こういうやつね。これいいじゃん。それでいく、うん、そんな感じ。承知しました。これでいきましょう。でもそのスタンプ信用しちゃダメなんですよね。うん、承知してない、うん、これ承知しました。はい、承知しましたね。次はそう、私の口癖、あ、ごめん、これさ、うんうん、あ、ごめんじゃないよね。うん、あ、ごめん、ごめんじゃないです。あ、ごめん、もうスピード感、あ、ごめん。その顔、この顔、はい、顔もこれです。あ、ごめん。スタンプの顔はこれでいきます。手はいらん。手どうしたらいいですか。手いらん、一応。あ、感情はもうこれじゃないんで。もうこうね、はい、謝ってるつもりもないです。あ、もう勝手に口から出ちゃう。そうそうそう、もうもう本当おはようぐらいの感じで。じゃあもう一回カメラに向けて、こっから切り抜いてもいいな、もう。あ、ごめん。その次が、あ、その次、経緯で落ちる。これ絶対作ってください。よく言いますよね。うん、なんかあの会社員とかも使いやすいかなって思って。上司に聞くことですけどね。経費で落ちる？経費で落ちるはどんなあれでいくんですか？このポーズ？紙持ってレシートみたいな、レシートみたいなの持って。これはどうですか？これ一番大事なの見つけました。何ですか？お迎えありますか？あ、これめっちゃ言うよね。めっちゃ言う。何日の何時にランチ行かないとか、うん、例えば来るとするじゃないですか、うん、お迎えありますかって送ります。本当マジで、あ、ごめんと一緒になるけど。あ、わかった、これにしよう。これ、あ、うざっ。いいね、うざいね。これでいこう。ピーちゃんのやつね、私結構考えたんですけど、はい、本人はいらないって言ってたんですけど、はい、セミ取ってください。ピーちゃんは本当にセミが苦手で、一人暮らしの家の玄関の壁にセミが出た時に、うん、わざわざウーバーイーツ呼んで、ウーバーイーツのお兄さんにセミぶん投げさせたんですよ。ってぐらいセミ無理なんで、セミ取ってください。セミ取ってくださいね。ポーズはどうするの？私セミ役やっていい？あとはピーちゃんがよく言う、はい、やだ。やだ。このポーズはどうする？かわいい。いいね、かわいい。だからめっちゃ集合時間早い時とか、これ送っていいですか？うんうん、やだ。朝5時半です。あ、やだ。送っていかない次の日。あ、いいじゃん。いいじゃん。大人なんで。諦め悪いですよ。諦めは悪いです。悪いです。そうそう、いいですよ、大人なんでね。私はもう22なんで、社会人なんで、諦めは悪いです。諦めの悪い女とかは、か、もう大人なんで諦めは悪いですか。それも使いたいよね。うん、大人なんで、まあ、こうして
キャリアウーマン意識してる。大人なんで諦め悪いです。これあのメガネとかつけてちゃんと。諦め悪いですわ。大人なんで諦めは悪いです。すぐコロッケ出るやん。あれは満州。あ、船、ボートレース系ね。満州。解明予想。あ、解明予想。お互いの解明をなんかこうボート仲間とかこう予想し合うとき。あ、なるほどね。解明発表。よくない？あと何があるかな、2人の。見せて。1回しか言ったことない、それ。なんで今日パンツ赤なんですか。え、なんですか。さよなら。あ、え、なんですか、よくない。え、なんですか、いい。え、なんですか、え、なんですか。やらないです、さよなら。うなけんっぽいな、なんか。ここは流しとか、まあ、向かい風だな、お前。いや、だってこれさ、ボートじゃなくても使えるよ、今日。ピーちゃん可愛いよ、いらないの。あ、可愛い。あ、それ一番いる。ピーちゃん寝てるとか。あ、寝てる、寝れてるわ。ピーちゃんだけだな。カラオケ行こうわ。絶対いる。今日カラオケありますかで、それと、ファンの人も集めて、あとミッコとヤッコも入れて厳選しましょうや、うん、あ、お休みとかおはようとか作ろう。あ、ミッコヤッコで、ミッコヤッコで作ろう、はい、おやすみっこは、おお、おはようは、おはやっこ。おごりで。ああ、いいいい、いやらしくない、うん、タレントに差をつけないでくださいわ。差をつけるなでいいんじゃない。差をつけるな、うんうん、最近どうです。あれ、はい、一番いら。文字で打てばいい。違う、普通に聞いた。動画の尺として。おー、面白いことできないの。組体操する。組体操しちゃう。一回サボテンだけやっていい。じゃあサボテン一発でできたらサボテン作ろう。スタップ。それ切り取る。一番使わせて。サボってんのみたいな。サボテン壊してサボってんの。それやばくない。あ、じゃあそのできたらやってみる。スタンプだけ取ろうか、うん、あ、座ったらいいんじゃない。あ、なるほどね。こっか、あ、これいきます。これでいい。ちょっと待って待って待って。せーの。あ、あ、いい。膝を持って、膝持って、もうちょっとしっかりね。はい、で、頭を抜く。で、ピーちゃん膝伸ばして。はい、もうちょっと膝伸ばせないで。信じて信じて信じて。違う、靴下脱いでいい。靴下脱いでいい。でさ、思ったけど、わしおらんくない？スタンプ。サボってんじゃない。サボって。体重何キロです？よし、やろう一回。やってやって。いいですか。はい。いや、本当はここからで。せーの。おいしょ、まで上げんってことやろ。どう？せーの。え、すごい。え、すごい。すごい。え？の。いくよ。上まで上げすぎない。いくよ。うん。せーの。あ、いけた。いけた、いけた。あ、あ。せーの。ちょっと待って、みかんちゃんが、うん、そうそう、え、ちょっと待って、大丈夫大丈夫、膝持って、そう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 、あ、オッケーオッケー、ピーいける。はい、せーの、サボってんの。もうちょい、こっちはオッケーです。せーの。はい、オッケー。分かった、ゾーン入ったらもう、ゾーンね。ダッサー、もっと足元ダサ。組体操ってさ、やめた方がいいと思う。組体操って今ないんですよね。あー、なんかなくなったんですね。もう今危ない、ないらしい。運動不足すぎてやばいね、うん、筋力ゼロです。じゃあスポーツテストやるかな。やりたい、やりたい。てかラウンドワンでなんか撮りたい。ラウンドワンとか撮れるのかな、撮影。え、わかんない。これそうですね、わかんないですけど、あんま見たことないですね。じゃあ使われるよ、ここ。まあ、無理だったらプライベートで。いやいや、いかん。お願い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 はどう。お願いお願い。あ、このポーズであれもできますね。許しちゃいな。チャイナ、許しちゃいな。チャイナは右手グーやろ。絶対使うけん。バグチャイナ。バグチャイナ。
バグっちゃいな。いらない。チャンネル登録お願いします。というわけで、はい、LINE スタンプいろいろ候補が出ましたが、うん、ファンの皆様からの意見もいろいろ欲しいので、はい、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。お願いします。この動画のこの部分のね、はい、これが良かったとかみんなの好きな場面を教えてください。はい、そして完成楽しみに待っててください。はい。さあ、今回の企画は何でしょう。今日の企画は食堂のメニュー考案してみた。何それ。八福の食堂ですか。八福の食堂。この間そのキャビルさんの動画とかでもあったんですけど、やっぱ、はいはい、宮城のその売りの一つというか、うんうん、楽しんでもらえてる一つに食堂があって、ご飯が美味しいっていうところがあるんで、ハンバーグのやつ食べてましたよね。ハンバーグ食べてました。あと豚汁の定食のやつと。ちゃんと頑張ろうとしてますね。見てますよちゃんと。ということで2人にオリジナルメニューを考案してもらって、1月中旬から実際にそのメニューを出して。本当ですか。出して、どっちが出るか対決してもらおうと思ってます。なるほどね。で、負けた方は罰ゲームで、なんで食堂で1時間皿洗いのところに入ってもらう。地獄。絶対苦手じゃん。絶対苦手。もう一本動画で実際作って試食っていうのを撮ろうと思うんですけど、そのメニュー名とその簡単なイラストというか書いてってこう紹介してもらおうと思います。はい。ちょっと待って、この年齢層あるじゃないですか。あ、そうそう、いいとこつくね。生姜焼きしか食べたことないけん、ここで。確かにね。ちょっともっといろいろ食べとけばよかった参考のために。ナポリタンがあったけどなくなったじゃないですか。そうそう、期間限定。あれはなんか期間限定メニューが宮城にあって、1週間から2週間でもうどんどん入れ替わっていくんですよね。もうあるメニューじゃない方がいいんだよね。そうね。カレーとかさ、もうあれちゃう。難しい。あ、でもいい。そのカレーに例えば何をトッピングカレーとか。ああ、なるほど。え、これってあれですか、レシピとかも書くんですか。普通になんかそう題名絶対書けるとか仕切らんけん、作り方も。いや、題名とその何が入っててとかを書いてくれてたら大丈夫。次回の動画で行きましょう。実際食堂行って、うんうん、ここはこうしてほしいとか、まあ、作ってもらえる。考案したらお母さんに聞きに行くんで、あの戦いならではのやつなんだけど、おー、いいよ。あの作り方わからん。じゃあお母さんにちゃんと聞く。一回出していい？いやいや、どんどん出してていいよ。あ、何個もいいんですか？ガチで皿洗い1時間してもらうよ、本当に。1時間って。いや、本当本当、カメラも入らんけど大丈夫けど。それほんとなく一人でインスタライブだけでしていいですか。誰も使う。こちら、ダダン、揚げナス&チーズキーマカレー。美味しそう。おー、どうですか。美味しそうじゃん。いい、ね、いいか、うん、なんか一回その HKT の時になんかこういうのあったんですよ。特典映像かなんかでお家で実際に作ってるものをなんか撮影するみたいなやつで、うん、キーマカレーをなんかグラタンのお皿に移し直してチーズ乗せてもう一回なんか焼いてドリアみたいな、そうそうそう、みたいにするっていうのもあったんですけど、かどっちか。あんまり手間かかると食堂対応できないんで、とかになると何食限定になって、うんうん、あ、あんま数が出ないよってことか。え、でもこれやったらいいですか、キーマカレー。でも若い気がするな俺は。嘘。まあ、チーズはなしでもいいけど、揚げなしの揚げは運気も揚げ揚げの揚げモータレス必要なんでね。でもなんか自分っぽいのがいいのか、その単純に食べてもらいたいのがいいのかって、うん、めっちゃ迷う。 いや、そうなんよね。てかいくつか出しとってコメントとか見て決めてもいいんじゃない。実際次行くとき私結局コメントとか見てこれにしましたみたいな。どうぞ、ピーちゃん。私、うん、なんかニヤニヤしてなんか嬉しい私オムライス屋さんの、あ、はいはい、イメージがあるあるんですよ、ね。でもオムライスだけじゃなんか物足りないかなと思ったから、うん、大人のオムライスプレートでなんかミートスパゲッティみたいなちょっととなんかミートボールみたいなので、あ、ちゃんとボリュームもあるの。男の人好きじゃん、なんかこういう。あ、確かにね。大人のオムライスプレート？うん、いいや。自分の好きなだけやろ。好き。そう、オムライスないなと思ったの。え、めっちゃいいと思う。でもなんかまあ おじいさんたちは頼みにくいかなっていう難点はあるよね。あ、でも食べやすいですよね、うん。ちなみに1位はもうちゃんぽん、うちの。あ、やっぱ麺なんだ。年齢層的にもなのかな、ちゃんぽんがダントツ1位で、まあ、2位3位とかに生姜焼きとか
あの辺の定食、定番定食が入ってくる。私の知らない。はい、こちらベーコン納豆ペペロンチーノ。おいしそう。もう納豆本当に大好きなんです。ね、すぐ入れるよね。あのだけどあんまなんか嫌いな人結構多くて、特になんか男性の年配の方って納豆嫌いな人多いイメージです。私も納豆単体だけでいいかも。ダメ、家では。いやいやいい、運気も伸びる伸びる。そっちで勝負しようとしとるやん。運気も伸びる伸びる。ベーコン納豆ペペロンチーノどうですか。いいや。私だけだけ違くない？なんかえ、バレた？さっきの方が良かったのバレた？そういうのも大事じゃないのもん、願掛けとして。いやいいや、大事と思うよ。カツ丼とかさ、やっぱ頼む人もおるわけやけんさ、うん、ランチプレートって一回やったんやけど、うん、それこそご飯とキーマカレーっぽいやつと、うん、カツ、ロースカツが何切れか乗ったみたいな。めちゃめちゃ出た。え、じゃあピーのさっきのいいかもしれん。プレート？そう、でもキーマカレーはこっちなんよね。もう一緒にしようよ。いやいやいや、2人の意見をいいとか合わせていいもの作ろうよ。ボートレースのチャンネルなんで、すぐそうやってさ、やっぱ戦わせようとしてさ、競っていこう。すぐそうやって競わせて罰ゲームさせようとして。パンストで皿洗いでしたっけ。ありがとう。ピーコの傑作できました。私が大好きなやつこれ。いいね、みかんちゃんがお家に遊びに来た時に、うん、なんかこういうぽいの出したんですけど、本当に美味しいからこれ。大葉しらすサーモン丼はもう絶対美味しい。海鮮的なの、うんうん、ちゃんぽん人気だし。なるほど。あれつけて、あのピーのあのスープとか、青さのお味噌汁。そうそうそう、はいはいはい、もうついてます。青さのお味噌汁もついてます。ついてます。大葉がなんかね、好き嫌いあるのかなと思って。大好き。大葉別トッピングで。あ、別トッピングでね、うんうん、かな。女子受けも絶対いいし、ね、うん、私今これが一番かな。食べたいだけ。本当に美味しいから。価値ある。本当に美味しい。ありますよ。本当にあるよ。キーマカレー皿洗い。キーマカレーガチですからね。キーマカレーが田中家の。はい、田中家のキーマカレー。はい、きのことも、やしの豚バラポン酢炒め。美味しい。おー、炒めなんだ。なんかまあ、あえでもいいんですけど、なんかちょっと。炒めって炒めるよ。じゃあ、あえですかね。豚バラはその茹でるみたいな感じやと思う。じゃあ炒めじゃないね、多分。茹で？茹で？豚バラポン酢でいい？豚バラポン酢じゃないかな。うんうん。でなんかうまいことやってもらってください。やってもらってください。選ばれなさそう。これはここ二つは私のなんかまあ世代に良さそうやけど、ここはちょっとおじい世代。優しいし、そんな味も強くないし。なるほどね。後半にも響かない感じ。ナイターにも響かない。ナイターにも響かない、うん、ここはちょっと食べちゃうと眠たくなっちゃうけど、ここはナイターに響かないから。いや、それ食べても眠くなる。これ定食みたいな感じにしてください。なんかほんのり小鉢とご飯、白ご飯。いや、ピーちゃんできました。美味しいよ、もうこれ、はい、これでいきます。出したこと、あ、そのメニューにあったか知らないですけど、うん、いいよ。なんか気軽に食べれるかなと思って、うん、はい、たこ焼きとお好み焼きの半々。おお、なんかいいね、売店すぐ食べれるくない。確かにあれやね、なんか本当にボートレース場の現地の売店にありそうな感じじゃないですか、うん、これのね、メリットってモニター見ながらノールックで食べれることだと思うんですよ。ボート見ながら食堂で。確かに、もういいと思いません。もうね、チャンネル登録お願いします。田中家のキーマカレーと、あと納豆ペペロンチーノ、そしてキノコともやしの豚バラポン酢。美味しそう。でいきたいと思います。その3品で勝負で。はい、キーマカレーは揚げナスがついてます。揚げナスのキーマカレーね。はい。じゃあピーちゃん。はい、私は大人のオムライスプレートと、はい、あと大葉のサーモンしらす丼、あとたこ焼きとお好み焼きのハーフプレート。美味しそう。準備いい。いいね、バランスも、うんうん、真ん中渋くて。これじゃあいいねをつけてもらう形にしましょうかね。宮城でコメントをじゃあ6個あげるんで、うん、全メニューどれかにいいねしてもらって、はい、お願いします。一番いい、その多かったやつを本格的にその商品化していくっていうのに進めていきたいと思います、うん、はい、どれを食べたいかですね、皆さんが、うん、次の撮影で実際に作りに行きましょう。あの材料とかはあらかじめ聞いて食堂で用意しとくんで、その作ってもらって、例えばその田中家とかやったら、いや、ここは違うとかあるかもしれない。その実施期間は
実施期間はじゃあ動画投稿から1週間1週間ですね。1週間、はい、本当に出そうなやつをね、本当に皿洗いするんで。それ YouTube 撮らないんですよね、しかも。皿洗い、いや、太田さんがあの iPhone でねえせめて GoPro 持ってきてよてな感じで、はい、皆さん投票の方をまずよろしくお願いします、はい、お願いします。ご意見お願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。